リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリンドです。今日はねちょっといつもと違うところから違う角度からねお届けしてるんですけれども、今ね実ははっちゃんがいます。まあ何をしてるかっていうと、はっちゃんは、まあ、私的に、ね、この子ベタ慣れにしたいなっていうところもあって、手をね大好きになってもらいたいなっていう計画を立ててて、何をするかっていうと手でミルクをねこう上げて手に自分から来るようにっていうのをね今トレーニング中でございます。あ、そっちは行かないでほしいな。そっちはねダメで、なんでお風呂で今やってるかっていうと、危ないものがねここ少ないのと、あっちこっち行きにくいんですよね。まあ、ここには登れちゃうけど、これこっち浴槽ね登れちゃうんだけど、その浴槽以外にはほとんど危ないものがないので、基本私の体の周りにいてくれるんですよね。で、押し入れ散歩だとどうしてもねおもちゃが多い、まあ、散歩をメインに作ってるところなので、押し入れはねあちこち行っちゃって私の近くにいることが少なくなっちゃうんですよね。で、それはそれでこの子たちが楽しそうなんですけど、手を好きになってもらったりとかトレーニングをするって考えた時には、物の少ない場所でどうしても私の近くにいなければならないという必然性がね起きるようなところでやるようにしております。で、今ちょっとドロドロのミルクね作って、ここにマシュマロもね入れて、で自分からね手にちょこちょこちょこっと来て、この手の前の方でねミルクを飲んでくれるのを理想としております。あとねお風呂いいところはね、こういう風に慣れていただくためにねミルク作ったりするでしょ。した時にこのものをすぐ横で洗えるっていうね、はい、まあ、ほぼほぼね人間のエゴかもしれないですね、慣れてもらうっていうのは。で、人間のエゴだと思うんですけど、来てもらえるようにってとこですね。さあ来るかな、はっちゃん。気づいてないね。あ、気づいたかな。気づいた。はっちゃん、今ここにいます。はい。よいしょ。気づいたかな。気づいてない。気づいたら多分取ってきて、ダメに来ましたね。これをまあ頻度多めに、毎日でもいいですし、できるならね。あとはまあ2日に1回とかね。で、これもね3、4回手に自分から乗ってくるのをやってあげると、多分手に乗ること自体に慣れてくれます。できればこういう風にやってる時、近くで喋ってるのもいいと思います。今動画撮ってるみたいにね、あと話しかけてあげて、パッチーって、パッチャーンみたいな感じで、この子たち、まあ、袋もんがって人の声も覚えるので、ある程度肩に乗ったりする子で手乗りにしたいなと思うのであれば、自ら手に乗ってもらうように、手イコールご褒美がもらえる場所って覚えてもらうと楽です。こういう感じに来るかな。気づいてると多分自分で来るんだよね。来た。で、今ミルクの場所を探してるね。こんな感じで自分でねミルクの場所を覚えてもらうようにしてます。で、まあ、私うちにねギョロメハロくん、そしてパッチハルウララっているんですけど、その中でもこのパッちゃんがね一番ベタ慣れにしておきたいなって勝手に私が思っていて、私がよく言って
ってる転生してきた子っていうところもあって、これここも飲んでほしいな。ね、私は転生してきたとしかちょっと思えないぐらいそっくりなので、一世の子もね。ああ、そっちダメよ。はい、どうぞ。あ、気づいてないね。そして今そっちに遊びに行くことを覚えてしまったね。それを覚えてほしくない、忘れて。うんちがベタッとついた。ここにね、乗ることを今覚えてしまったみたいで、こっち行くと奥になんかあるぞってちょっと覚えちゃったんで、それだけまあちょっと覚えてほしくないな、私的に。よいしょ。さて、もう一回こうしてたら来るかな。来たね。ただミルク飲みに来るかは謎。ほぼほぼ成功だね、手乗りのトレーニングとしては。これちょっと気づいて、ミルクちょっと指べっちゃべちゃなんで、これあ、もうミルクいらないのかな。これいらないわけではないらしい。遊びのスイッチ入ったな。これ遊びのスイッチ入るとですね、遊ぶ方にしか行かなくなるんです。ちょっとでも楽しいところを見つけるとそっちに行きます。遊びのスイッチ入ってるからすぐここ乗るよ。ダメよ、ダメです。ほらね、行こうとするでしょ。ほら行った。もうね、あそこの遊びを知ってしまったので、ちょっと知らないで欲しかったな、そっちの遊びは。もうほら、行きたくてしゃあないの、そっちに。一回遊びのスイッチ入るとね、そっちばっかりになるのね。完全に今遊びのスイッチが入ってる、この子。ああ、ほら。そっち行ったらダメ。ダメよっていうのをやり続けると、わがままをね、言います。そして、ミルクに飽きたね、こいつね。ミルクに飽きたというよりは遊びのスイッチが完全に入ったね。あ、そっちの遊びのスイッチ入ったとしてない。ちょっと指を洗います。うん、完全に遊びのスイッチ入ったね。終わった。遊びのスイッチ入るとね、こういうトレーニングがなかなか難しくなります。まあ、でも今日、手に自分から乗ってくるのを3回ぐらいやってるので、まあ、手自体は嫌なものってもう思ってないですね。ほら。全然余裕でね。こうやって。まあでも、遊びのスイッチ入ってれば手のひらの上でずっといてくれるってことはないんだけどね。ただ自分から自らね、こう遊びに来るっていうのを覚えると、手のひらにね何もなくても来るようになります。これね、ほんと何回か続けていくとこの子がね手乗りになります。今でも遊びのスイッチ入っちゃって、で私がここダメだよって言っても気づき、まだダメって思ってないみたいなので、ちょっとダメよとしておきます。ちょっとダメです。ちょっと興奮してるね。ほら、もう行きたくて仕方ないね、あっちに。でもね、ダメです。行かせません。これ一回覚えちゃうと、本当にそっちばっかりに行っちゃうから、覚えさせないようにした方がいいです。でトレーニングするときは、そういうおもちゃとか、なんか遊びのスイッチが入らないようにしてあげてください。今、ある意味いい例が取れたね。まさかここをね、遊びのスイッチになるとは思わなかったね。まあ、奥に体拭くやつ、洗ったやつだけどね、置いてるのもあって、多分その辺が気になっちゃったんだろうね。もう遊びのスイッチが
入ってあっちに行きたくなってるんですよ。ほらもうすぐ飛び移ってそっち行こうとするからね。今はもうトレーニング終わりです。遊びのスイッチ入ったら多分こっちでおいでって言っても来ないんです。遊びたいんで。遊びのスイッチ入っちゃった時はもうおとなしくなるのを待つだけ。あとはやってほしくない遊びはもう徹底的にやめさせてあげると覚えます。あ、ダメなんだと。一回でも許可するとね、いけるものだと思ってしまうんですよね。でこの子さっきそこに乗ることを行けることって判断したので行っちゃうんですよ。何回か今行こうとずっとしてるんです。でも私は今止めてるからやめるんですよ。でもほら行こうとするでしょ。もう一旦そっちの近くに行こうとしてるので、はい、遊びのスイッチ入った時は徹底的にこうやってそうそう行ってほしくないところに行こうとするのを止めてあげてください。でトレーニングするときは遊びのスイッチ入ってないときが一番いいです。なので会社散歩のときにトレーニングなかなか無理です。押し入れとかね、なので手の上に乗ってほしいっていうトレーニングにはこういうなんか本当に物の少ない状況を作り出せる場所でやるといいですよ。なので私はこのトレーニングをするときだけお風呂を使用してます。お風呂本当に危ないものがどっちかったら少ないので、あとまあ狭いし、ね、そんな大きくないし、シャンプーとかリンスとか一応その辺に置いてあるけど、そっちは行かないように見てあげればいいのと、トレーニングなので基本肩に乗せたり手に乗せたりっていうトレーニングになるので、こんな感じでやってみてください。すると手乗りになるのはちょっとずつなってくれると思います。手に乗るイコールミルクがもらえるっていうことは手が怖いものではないっていう認識になってきて、自ら手に乗ってきてミルクないのっていう顔をしてくると思います。ただ過度にやりすぎると噛まれる可能性とかもあるので、本当そこそこ慣れてる子でやってください。最初からもう威嚇のジコジコちゃんみたいなね、手に乗せたり触るのも危ないとか、危ないとか怖い子とか肩におとなしくできない子っていうのはやめた方がいいです。まあ、やろうと思えばできるんだけど、最初やると多分手とか血まみれになるんでね。ぽっちゃんは結構最初からベタ慣れちゃんの子なので、まあ、より一層ね手を好きになってもらうっていうトレーニングでございました。もう完全に遊びについちゃってる。ちょっと遊ばせないんですけど遊ばせないんですけど、はい、そんな感じでございます。はい、ということで、手乗りのトレーニングと遊びのスイッチが入った時こうしてあげてくださいっていう感じ。タイトルとしてはね、手乗りトレーニングみたいになってると思うんですけど、手乗りのトレーニングプラス遊びのスイッチを止めるっていう、もう遊びのスイッチ入っちゃってるもん。ちょっとおとなしくしといてもらいましょう。もうね、あと遊びのスイッチ入ったらポーチに入れちゃう方がいいです。このまんま。ポーチにドーンって入れて、キュッてして、ぶら下げるっていう感じで、ポーチの中でおとなしくさせて、でポーチの中でこうもみもみね、もみもみしてあげるといいと思います。今ポーチとかおとなしくできる場所がないんで、もうぴょん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 あっち行ったりこっち行ったりしてるんですね。今ポーチ持ってきてないから、遊びのスイッチ入って興奮してるのを止めてあげることはできないんですけど、ポーチがあるとよりトレーニングしやすいと思います。こういう遊びのスイッチ入った時にトレーニング、そのポーチに入れておとなしくさせて、でもみもみして、でもみもみすることによっても手が怖くないって分かってくれるんで、ポーチ内でもみもみして、である程度おとなしくなったらまた出して、で手にミルクつけて、そして遊ばせて、遊ばせてっていうか自分から来るのを待ったりとか、あとはちょっとこうアピールしてあげて、こう来るのをねやってあげるとトレーニングができるかと思います。もうあなたはもうスイッチ入ってるんで、この後ケージに戻します。遊びのスイッチ入って遊びを覚えてしまうと、その遊びができると思い込んでしまうのでね、この子たちは一度成功したことは後からやれると思います、この子たち。なのでそういう風にできると思わせないようにやっていきたいと思います。もう遊びのスイッチ入ってるから、そろそろ動画を終わらせます。はい、ということでね、本日は以上となります。よろしければ Twitter の、チャンネル登録、高評価
そして、SNS ですね、Twitter、Facebook、Facebook は書いてないや、Twitter、Instagram、TikTok か、やっておりますので、よかったらそちらの方にフォローもお願いいたします。また、過去にもたくさんの動画が上がっておりますので、よかったらそちらの動画もね、見てみてください。では、本日は以上となります。また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リンと、ダメだ。遊びのスイッチ入ってるのダメだ。パッチャン。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。